昨年末に NASA が発表した新惑星エマノンにちなんだブームが到来しています。あんたは何？私？違うでしょ。あんたのこの世界線は私の脳内世界なの。どちらに行かれますか？上がる玉で多世界解釈パラレルワールド。また元彼の声聞こえる。ドッペルゲンガー世界線現実異常気象って何を比べて異常なんですかね。妄想エリアンなんですかね。憧れ願い後悔祈り消えてない欲望絶望親友だよ。愛夢記憶リアル壁境界。起きてないことは全て起こり得るってことだから。誰かと付き合うのとかもうできない。若い時って自分にいろんな可能性感じるのにさ、その可能性がすり減ってく毎日が辛くてさ。すぐに行きたい。壁の向こうに行ったってこと。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。脳みそがさ、ぐるぐるすごい勢いで回転してるみたいに感じるんだよ。超高速で回って考えるのやめられねえんだよ。私テロを救えなかった。俺は君が好きだよ。とっても好きだよ。